1905年10月1日は、レオシュ・ヤナーチェクのピアノ曲。今日では、ピアノ・ソナタとしても知られているが、ベーレン・ライター・スプラ・本番は、下記のような経緯を踏まえて、ソナタではなく、1905年10月1日を作品名に採用している。当初は、街頭よりと名付けられ、三楽章の作品であったが、二楽章の作品として残された。1905年、 ブルノのチェコ語大学への支持を訴えるデモが行われる中で10月5日に武力に倒された労働者フランキシェイク・パブリックへの追悼作品として構想された。ヤナーチェクは事件の直後に作曲に取り掛かり1906年1月に完成させた。曲中でヤナーチェクは若い差し物師の王子に対して否認を表明している。1月27日に ブルノの芸術愛好家クラブにおいて、ルドミラ・トゥチコバーのピアノで上演された。ヤナーチェクは、第三楽賞の早々更新曲も作曲したが、1906年になって公開演奏会の寸前になって取り除き、暖炉にくべて焼き捨ててしまう。残った楽章にも満足せず、後から残りの2楽章の自筆譜をブルタバ側に投げ入れた。こうして、該当より、 は、破棄されてしまったが、ヤナーチェク生誕70周年の1924年になって、初演者トチコバーが、筆者譜を持っていると知らせてきた。かくて1924年に、1905年10月1日と解題され、11月23日に、復活上演並びに、プラハ初演が実現を見たのである。ヤナーチェクは後に、作品に次のような悲鳴を添えた。 ブルノの芸術会館の上がり段の白い大理石。庶民の労働者、フランティシェク・パブリックは倒れ、地に染まった。上級教育を求めるためにだけ現れ、無護い殺人者によって刺し殺された。1924年に初めて作曲者の許可を得て、プラハにおいて出版部が刊行された。嘆きや拒否という濃密な、個人的な心境を漂わせた作品である。 各楽章は次のように題されている。予感プレットタッチャ、英訳のプレゼンティメントは、不吉な予感、シスマート、現代は、ヒカ、両楽章とも変歩単調で作曲されている。第一楽章は、そなた形式を踏んでおり、オスティナートが次第に曲を追っていく。第二楽章は三部形式によるヒカで、第一楽章のオスティナートがくとなっている。ありがとうございます。